皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は新しいキーボードの話、ニューフィーのあのキーボードがついに発売になります。新しく登場するのはこのチャンネルでも反響の大きかったハロ65と同じシリーズの 75% レイアウト、ハロ75になります。僕もですね、これは今かと待ちわびていたキーボードなので非常に気になっています。それでは行ってみましょう。はい、まずはキーボードの概要について見ていきたいと思います。もちろんまだ現物はないので公式サイトの情報をピックアップしてお話ししていきたいと思います。基本的には現行のハロ65にファンクションキーを追加した仕様になります。まず外観ですが、やっぱりこのデザインはめちゃくちゃかっこいいと思います。ハロ65でも毎日見てるんですが、やっぱり何度見てもかっこいいです。今回もボディカラーは2色展開となっています。カラーとしては黒とホワイト。カラー展開に関してはどちらもめちゃくちゃ良くて悩ましいところです。キーボードの構造ですが、ハロ65に引き続き通常プロファイルのキーボードになります。キー配列の最上段にファンクションキーが配置されているコンパクト10キーレスモデルになります。キー数は83キーで、キー配列は US 配列。ちなみに僕が持っている 75% レイアウトのキーボードは同じくニューフィーの薄型キーボードエア75が同じレイアウトになります。テンキーレスで上にファンクションボタンが配置されています。あとですね、今回からスペースバーが少し変更になりました。変更といっても見た目ではわからないのですが、構造が少し変わっています。ゴーストバーという名前なんですが、キーキャップの中空状態を極力少なくして打鍵音を向上させています。これについてはどんな感じなのか非常に楽しみです。キースイッチについてはハロ65と同じくガテロンジプロの赤軸茶軸、そしてガテロンバイニューフィーのベイビーカンガルーに加えベイビーラクーンが登場しました。タクタイルベースのベイビーカンガルーとは違ってベイビーラクーンはリニアベースとなります。なので打鍵感としては赤軸に近いのかなと思います。ハロ65でベイビーカンガルー軸の打鍵感がめちゃくちゃ良かったので、このベイビーラクーンもどんな感じか気になります。そして今回はニューフィーのオリジナルスイッチも選択できます。リニアベースのナイトブリーズとタクタイルベースのローズグレイサーになります。打鍵感は実際に触ってみないとわからないですが、こちらも非常に気になります。もちろんハロ75はホットスワップに対応しているので、いろんなスイッチを楽しむことができます。はい、最後キーボードの価格になります。キーボードの価格ですが 129.95 ドルとなっています。ハロ65の時も思ったのですが、この価格については正直結構お買い得じゃないかと思います。バックライトにワイヤレス接続、あとは静音構造でホットスワップも可能、ソフトウェアを使えばキーマッピングの変更もできます。ハロ65も打鍵感や使用感については正直お値段以上の体感が得られるので、この値段なら結構お買い得かなと思います。はい、現在はプレオーダー期間となっており、12月の8日までプレオーダー受付となっています。プレオーダー期間中はブラックの ABS キーキャップ、シャインスルーキーキャップが無料で付けれるのと、オリジナルのリストレストが特別価格で購入できる特典があります。迷っている方はぜひこのプレオーダー期間中に購入するのをお勧めします。またですね、ニューフィーから公式サイトで使える 10% オフのクーポンコードを発行してもらっています。購入時この画面でクーポンコードを入力すると 10% オフになるので、ぜひ使ってみてください。はい、今回はニューフィーから新しく発売される通常プロファイルのキーボードハロ75のオーダー開始について話をしました。やっぱりですね、ハロ65の反響が大きかったので、このハロ75を待っていた方は多いかと思います。もちろん僕もこのハロ75は購入します。ただ現時点ではまだ購入できていません。っていうのはカラーをどれにするか悩んでいます。でもですね、早くオーダーしないと初期ロットに間に合わなくなってしまうので、どちらにするか早く決めてオーダーをしたいと思っています。ちなみにニューフィーの公式サイトで記載があったんですが、このハロ75の後にはハロ96も控えていそうです。少し前の動画でエア96が来るかもっていう話をしたと思うんですが、なんと通常プロファイルのフルサイズモデルもどうやら登場しそうです。
とはですね、リリースは少し先になるのかなと予想をしております。またですね、公式サイトからリリースがありましたら動画でもお伝えしたいと思います。以前ですね、コメントでもいただいたんですが、海外でニューフィーはキークロンと同等の評価を得ているようです。僕もめちゃくちゃ気に入っているキーボードブランドなので、そうやって評価されるのは嬉しいですし、そうなることでやっぱり新たな商品開発も進んでいくと思うので、これからが非常に楽しみです。はい、今回の動画は以上になります。この動画が参考になった、面白いと思ってくれた方はぜひグッドボタンお願いします。このチャンネルではこういった感じでキーボードやデスク周りのガジェット、あとは Mac や Apple に関する情報を発信しているチャンネルになります。少しでも気になった方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。Me, sorry, you weren't one. Sorry, I made you love me. Sorry, I'm who you adore.